新藤辰巳のゴミラジオ。ティアンデ、新藤辰巳のゴミラジオ始まりました。いとこの坂巻さんです。お願いします。お願いします。あ、またコメントで書かれるのかね。衣装をちょっと変えろと。ああ確かにこれはね、これ一回変わってるから地味に。嘘、これしようか。この汚らしいか。いや開いただきたい。いやいいじゃないですか、舞台衣装じゃないですか。だってこれもう違うじゃないですか。でも寒いな。寒いね。今日はもうこれ開封しましょう。いやということでございまして、もう脱いでるとこを 見てるんだけど意味がないんだけど。違う日ですよこれは。なので、ね、ですね、毒というか、ね、出た毒変や、毒の部や、うん、そう、毒マムシ四大王になっちゃいますけど。こんなことこんなこと、いや酒入ってるから毒マムシ四大王、四大王になっちゃう。四大王、ごめんなさいね、うん、はい、うん、今回はでもね、またねちょっと違う感じの、うん、ちょこっとだけ苦言っていうね、そんなに文句じゃないんだけどちょっとだけ文句があるっていう回でございます、うん、今回はチーモン長中さんにちょっとだけ文句がある。チーモン長中さん、うん、チーモン長中さん知ってる人は知ってますよね。まだ現役ですから、うん、聞いてる人は知ってると思いますよ、うんうん、あのね、はい、ちょっと前に、まあ、割と最近なんですけど、うん、まあ、年始ぐらいかな、うん、あのライブが一緒だったんですよ、うん、でチーモン長中さんが、まあ、ネタをやってで、はい、まあ、舞台に出る瞬間を 見届けるみたいな感じでやった時に、うん、ちょっと待ってくれよマジかって思ったことがあって、そう、舞台に漫才で出てくってこと。漫才で出てきた時だから、こう袖から薄暗いじゃん、うん、薄暗いとこはこう照明のあるところにこう出てった時に、ね、うん、ちょっと俺は周りの人にも文句言っちゃったんだけど、うん、まあ、本人にまだ言えてないんでちょっと陰口的になっちゃうところがあったり。ないないない、チーモン長中の白井さん、あ、声が高い、はい、ボケになるんですか、ね、ボケの方なんですけど、うん、最近ね、うん、ちょっと太ってるんですよ、うん、それが許せなくてさ、うん、え、太ってるんだ。ちょ、意外でしょ。やっぱこうシュッとして、ね、シュッとしてるでしょ。可愛らしい、ね、で、あの細いので声高いってのがなんかちょっと心地いいじゃない、うん、癒し系じゃないですか、うんうんうん、あれ太ってる、うん、マジかと。ちょっと俺はそれ違うなと思って、うん、太っちゃって、ネタやってる間にちょっと袖の人たちに、うん、ちょっと白井さん太ってますよね、うん、って、うん、なんか太ったねってみんな確かに言う、分かるぐらいの、太ったよね、太ったじゃんとか言って、それもうそれ以上でもそれ以下でもない、それしか言ってないけど、太った白井さん太った、うん、っていう意味じゃねえよ、別にいいだろ。いや、年も年なんだから年取ったからこそやっぱ痩せないと、やっぱ白井さんはやっぱ太ってほしくないな。いや、わかるけど。わかるでしょ、だってしょうがないでしょ。しょうがなくないでしょ、もうちょっとなんとかできるでしょ。どのぐらいなの。菊池さんなんてシュッとしてんだもん。あのちゃんと運動してるから鍛えてる人、主というか、そうね、マッチョな感じで、背も低いしね、ちょっとマッチョだし、なんかでもちゃんと自己管理してるじゃん、うん、まあシュッとしてる、割と、うんうんうん、バリッとしてるよ、あの人、白井さんもブニュッてこれはちょっと違うかなと。それはまあね、まあ、チーモン長中といえどもね、まあ、昔からこのまあ長い芸歴の年月をね歩んでますから、それは体重の変化や年齢に作る、ね、太りやすい時期とか、まあ、その代謝も悪くなってるかもしれないですよ、うん、でもやっぱそれを込みでもうちょっと痩せてほしいよね。どの程度なの。もう明らかにちょっと太ってる。ちょっともう百貫デブみたいな。嘘だよ、そんなな。それはびっくり。それは良くないよ、百貫デブはダメ。ちょっと百貫デブな。だからこの言い過ぎてるじゃん。マチューラピンクを一回り大きくして。いや、めちゃめちゃでっけえじゃん。ちょっとだからね、ちょっとそれは許せないんだよね。それが本当ならダメだけど、マチューラピンクかと思ったもん。最初本当じゃないじゃん。だってマチュラピンクかと思わない。顔とか髪とかないじゃん、マチュラピンク。でも坊主だったよね、もはや。いや、もうまず俺から見たら、まず眼鏡だし、もう眼鏡だったよ俺からもはや見たら。いや、
それはなやっぱりなんだろうな、そのネタってやっぱ見た目大事じゃないですか、言っても、うんうん、まあね、ブスだったらブスなりの見え方、うん、かっこよかったらかっこいいなりの見え方、うん、別にその年齢もねある程度いったからそんなモテようとかワーキャーになってるわけではないから、別にそこら辺が多少緩くなってきたからこそ許されるのかもしれないけど、やっぱ俺はねチームさん細かってほしいなっていう、最だからまあまあ前からちょっとぽっちゃりしてきたなとは思ったけど、よりボーンってきたから、まさかマチュラピン超えると思わなかったから、いや超えてね、絶対超えてねえわ、あれあの騙されない、あれあのぐらいあのぐらい騙されない、ママタルトの大鶴肥満ぐらい、いやいや大鶴肥満言ってるやん俺もう肥満っつってんじゃん、大鶴肥満を一回りでかくしたい、いや一回りでかいでしょさらに嘘つけよ、すごかったんだ、ちょっとでしょ、ちょっとこうふくよかな感じ、それがねもうちょっとしょうがないですよ、それは。もう本当に言うならもう全盛期の安田大作家のその古弘さんからだから最上級じゃん、もうそのそんくらいだったよ、びっくりしたもん、ここまで黒いしいないから、ね、芸人史上あれ以上太ってだからいたのだから、もう弘さんを一回りでかくしたぐらいだったから、いやそれは言ったもん、だから芸人史上一番でかいな今、いやネタに影響出るけど、だから影響できてると思うよやっぱり、もうでもいやもうしょうがないけどね、しょうがないな、しょうがない、ヒロさんよりでかいんだよ、ヒロさんよりでかいのはしょうがない、それは不摂生のでしょ、賜物だけど、不摂生、嘘じゃん、だって嘘じゃないか、嘘はやめて、嘘じゃないかって、嘘じゃない、えなりかずきみたいに言ったんですけど、まあまあやっぱね、あのネタの質的にね、あんまりこう、あの繊細だと思うよ、チーモンさんのネタ意外と構成もしっかりしてるし、やっぱずーっとあの体型で割とやってるから、やっぱあれ絶妙に合ってる漫才やってると思うんだよね、何気に、うん、その見た目はいじったりそんなしないけど、声の高いのをちょっと初見の人のために菊池さんが変な声すいませんねみたいなのを軽く消化して言う時あるけど、基本本題に入ったら別に特にね、うん、そんないじらないから、声ですかね、やっぱ一番目立つキャラクターっていうのは、うんうん、それにやっぱ体格まででかくなっちゃったら、うん、まあまあ別に本当に気になるぐらい太っちゃったらね、いやもうき、いやめっちゃ太ってんだよ、見てみ、もうすごいよ、今あんのかな最近、めっちゃ太ってるからびっくりしたもんねヒロさんだと思ったわ最初、絶対言い過ぎ、絶対言い過ぎてる、だからね、だからそこはやっぱり前の状態ので、やっぱり代表ネタもねあるわけですよ、居酒屋のネタとかも絶妙で、やっぱあれは細いチーモンさんだったりとか、もちろん三文字ゲームとかもぽっちゃりはしてない方がやっぱなんか、ね、うん、ワクワク、ね、あれあんま太ってない方がいいじゃん、やっぱなんか、うん、じゃあもう関係ないからね、うん、ああこれかな、この感じかな、あほらほらほら、あーまあ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 、でもこれね、ちょっと確かに、ちょ、やっぱ自分でこう二重顎にしてるわざとしてるけど、これ本当に太ってるこれこの逆手にとってんだよ、わざと太ってるように見せます、見えますようにやってますよ、大きいですね確かに、うん、でやってるけど元が太ってるから卒に乗るとより太ってる、うんうん、これ昔ですもん、やっぱシュッとかっこいい、わほらほらいいじゃん、ほらほら、あー確かにこう見るとうん、ほらほら、でも菊池さん変わんないじゃん、菊池さんは変わんないですね、ほらちょっと菊池さんを見習ってもらいたいなって、うん、ちょっと太りすぎでしょ、うん、そうね、ちょっとちょっとね、大鶴肥満でしょ、大鶴肥満は言い過ぎだよ、大鶴肥満は言い過ぎ、もう一回り大きくした感じの、いや一回りどこじゃないでしょ、だからなあんだけやっぱあのねって漫才なんかちょっと可愛い人がやってるっていうのが意外と面白さのエッセンスになってるような気もするんだよね、うん、うん、なってる、あの漫才の台本のセリフ選びって意外とその露骨に言葉でこいつ何々ですよとか別に言わないながらで運んでいく内容でもその人の体型とその人の見た目声などが結構相まってちょうど良くなるってパターン意外とあるじゃないですか、うん、それはやっぱ今回のあの新聞さんにもあるんじゃないかなと、俺多分細い時より受けてないんじゃないかと思うんだよね今の体型の方が、分からんけど、いや多分多分ね、うん、まあでも人間ですから年取れば老けるしシワも増えるし、そのレイラさん可愛くなりすぎた問題、そうそう、ちょっと他の情報が入りすぎて、うん、本ネタが普段より受けづらくなるなんてことがあるんですよ、
それは今回その逆レイラスで三兄弟というかさ、まあでもなんかね別のまたそういうキャラクターになってくるかもしれないじゃないですか、うん、TKO さんとかね、ああ今全然見た目違うで、またそれが行き切って、それが味になって説得力になるとっていう風にあるから、一概にはね、逆にもっと太って、そうそうそう、逆にもっと太ってとかなってきたらまた変わってくるでしょ。あ、それまあそしたらまたそのまたもうそうそうね、そう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 とかもある。そしたら第そのチーモン長中の第2期というか、また新しいチーモン長中としてこのテレビで出たりとかする可能性もあるのか、うん、ああでもそれがを加味して今徐々に太ってってるならまあいいかなとは思うけど、いや別に意図的には太ってないですよそれは。いや意図的に太ってないとダメだよ、やっぱりもうここまで太ったならもうそれでやっていく、ここまで普通もうヒロ様に言ってくれないと言い過ぎだ、もうここ真っ黒ね、ほっぺた真っ黒、いやもうほっぺた真っ黒やん本当にヒロさんが太りすぎて真っ黒になる、真っ黒なんで真っ黒になるのあれって、太りすぎるとあれもうやっぱ人間の体って不思議なもんだね。まあもちろんだからその過去のネタで多分受けづらいのも出てくると思うよ、体格変わったらひょっとしたらあるかもしんないけど、その分また新しい、ね、そう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 ネタができるとは思うんで、新境地にね、新境地かもしんないですから。そう、今以前のロックスターとかの人でもやっぱね、うん、めっちゃ太った人とかいますからね。あ、そう、いやいますよ、全然います。でもそしたらまた全然見え方変わるでしょ。全然違う、例えばセックスピストルズとか聞いたことある。あ、聞いたことある。すごい有名なパンクバンドなんですけど、うん、今はもうおじさんでもブックブックですよ、うんうん、え、すごいシュッとしてかっこよかったのに、ね、人気あるのか。人気は別にないんじゃないですかもうダメじゃん、ダメじゃん人気商売、もう人気なくなっちゃった。味がね、味はじゃあやっぱ大人に、おじさんになってもおじさんになるのはしょうがない、おじさんになるのはしょうがない、しょうがない。うわ、大人のまた色気あんなってやっぱ思わせたいじゃん、うん、やっぱこういう仕事だから。まあ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 、でもただの太ったおじさんみたいになっちゃうよりも、ね、やっぱあれまた違ったかっこよさあるなって思わせてほしいなってのを俺はチーモン長寿に求めたいな。そうか、ただおじさんになって人気ただなくなっていくっていうのはねえ、言っても割とネタの人だし、普通ネタの人だよそれ。もろネタの人でしょ、割ともろネタの人で、まあ、まあもちろんね、15年は過ぎたのか、結成ね、過ぎてるでしょ、だってオンバト、バリバリオンバト出てましたよ、だって出てたし、ザ・漫才の準決勝、鶴の恩返しとかやネタでね、結構同じラリーでどんどんボケるっていうのもとか、もちろんね、M1 の準々で落ちた相当面白いネタも何個かあったりとか、まあ準決勝、その決勝には M1 行ってないけど、まあ名作は作ってるよね、いつも準決勝行ってたイメージですよね。とか結構だからそこまで行くってことはもう日本のだからテレビ番組出しても何の遜色もないネタを作ってきてるわけですよ、はいはい、そんな中でやっぱりちょっと太ってきたかっていうさ、やっぱりその菊池さんがシュッとしてやっぱりドンとした感じで突っ込んでいてくれてる中で、うん、そのなんかいや別にワーキャー人気を取りに行けとか言わないし、昔やっぱりチーモン長中といえば超人気あって、超人気あったでしょう。もう本当にまあちょっとマッシュみたいになったけど、マッシュじゃない、ちょっとなんか無造作みたいな、かっこよすぎたっていう時代があって、イケメンですよね、非常にかっこよく、なんだこのイケメンみたいな時があったのよ。でやっぱり単独も速乾はするわ、だからDVD とかも吉本内で何枚も作らされてさ、すぐ売れちゃうから、すごい。で無限大でやったネタのやつも、うん、その DVD 用に無限大でやったそのチーモン長中の出番の時にくり抜いて DVD にして、それも売れるのよ。チーモン長中って存在がもうブランドになって、うん、まあ、今でいう金属バットぐらいのも希少価値あったんじゃない、うんうん、そんな中やっぱり変わっどうするんだろう、友達さんが急に太ったら、あーダメでしょうね。俺そうでしょ、うん、まあまあまあ全然キャラクター違いますけどね。いや違うけど、なんかちょっと嫌じゃない、うん、いやあのガリガリのあの感じのさばき方みたいな、うん、あれでふくやかでなんかねそれはダメですね、ね、大釣りひばみたいな、ちょっとそれでなんかジョッパ踏まれて出てこられてね、おならとかしてさ、とでもお前さつまいも食っただろうなるけど、いやあのネタパレとかでおならしたら、おなんかパンクだなって思ったじゃん。
そうそう、大鶴肥満みたいになって女さんお前いい加減にしろただ怒られるなって例えが大鶴肥満なんで演出演出がさまた変わってくんだ演出が変わってくる、まあ、まあ変わる見た目はね、うん、大事ですよそれはもちろん大事、うん、俺多分3文字ゲームって俺痩せてる時は面白いと思うしね、うん、なんかまあまあ別にそう3もそうっすか、うん、3文字だって太ってたら5文字に聞こえるかもしれないそんなことね太ってなるほどね文字数が太って文字数は変わんねえだろ太ってもだからなぁまあまあじゃあもしねこれなんかずっと色気のあるかっこよさでいてほしい菊池さんはそうな感じするんだよね割とうん変わんないよね菊池さんずっとかっこいいじゃんなんか、うん、かっこいいしちょっと男らしいし、うん、なんか男気ああそうそう兄貴肌みたいな、うんうんなんか何の心配もいらないじゃん、なんかあの人って。うん、なんか白井さんがもう太っていやあの人も人的にはもう申し分ないと思うんだけど。伝わるとですね、ひょっとしてこれがね。ここのね、ちょっとした苦言今回の。チモチョチュさんに。みんなもチーモンファンをみんな書こうよ。これ今のねチーモンチョチュのあの白井さんの体型どう思いますか。うん、みんな書いてきます。またこれで。新しいキャラクターが生まれると思う人はそれ書いてくれてもいいし、うん、それでもいいですね、うん、全コメント待ってますそれを俺集計して本人に伝えに行きますもう最悪こうなってますけどこういうデータが出ましたね出ました、うん、だからもう今回はもう、うん、2000人ぐらいの人が見てくれて2000コメント2000でいきましょうかすごいですね。人気チャンネルです、ね、人気チャンネル2000の割には閲覧数少ねえなな何で閲覧数コメント多いんだよいや俺ちょうど同じぴったりにぴったり全員書いてる全員書いてるいやこれでかいと思うんだよなでも太ってでもいや理屈上とか言わないでほしいんだよねやっぱりちょっとその俺すごい繊細なもんだと思うんだよねネタって意外とまあ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 痩せてるか太ってるかは全然印象違いますよ、うん、違うでしょ、うん、で別にすごくワーキャーであるとかじゃなくてさなんかまた渋さという意味でさ男が見てもちょっといいなこの感じって思わせるようなさ、うん、そんなことだもう大鶴肥満だなもうどういう大鶴肥満の名前が大鶴肥満大鶴肥満そのデブ代表でさ、うん、デブ芸人代表で大鶴肥満とヒロさんがさヒロさん痩せちゃったけどヒロさんは痩せたよだから大鶴肥満独り占めだよねいるだろ別に、うん、いるだろタイムマシン3号とかいるでしょうか、うん、別にデブは、うん、そうそうあタイムマシン3号の話もあるなでもまあいけ、うんまあ、そんな感じでございまして、まあ、ちょっと白井さんに届いたらいいですね、はい、今までのねやってきたことを全部チーモンファンさんファンの人に届いたら、ね、届いたらいいなちょっと、うん、久しぶりにチーモンファンこう集結ですよここのコメントでちょっと聞いて書いてくださいよこれどう思いますかと俺はねなんかそのぐらいちょっとなんか衝撃だったねって思っちゃったから、 最近だから昔今まで最近なってない人ちょっとねツイッターなりとかちょっと検索して見てみてくださいよちょっとだいぶ前の印象と違いますよと生で見てないからな最近お会いしてないんでだいぶ前だなお会いしたのだから袖から出てこれないかと思ったでかすぎてでしょもうどういうことでかかったどういうこと太りすぎで袖から出てこれセンターバイクにたどり着けないかと思ったシートベルトしょって和田アキ子が車しょったみたいな話でしょ武さんのそれなんで袖から出てこれないございましたね。お願いしますということでございました。以上、新藤の爪込めラジオでした。せーの、チャンネル登録よろしくお願いします。